もう夜遅いし、周りに誰もいなくなったな。アヤトが言った何度も使った方法って水をかけることだよな。こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。最後にもう一つ話しておきたいことがございます。先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。その詳細をあなた方にも話しておきましょう。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。天領奉行で何かの事件が起きたというのが耳に入りました。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。けれど何も消えてはいなかった。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条さらにこう伝えました。当分の間は何もなかったかのように振る舞い、倉庫の警備を強化したり場所を変えたりしないでほしいと。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み、楓原家のものを物色している姿を見つけたのです。まさかそいつもあれを探して。ふん、そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで船で稲妻を出て行きました。なんで捕まえなかったんだ秘密を守る一番いい方法は秘密がないふりをすることだと思いませんか。それにそのものの正体も決して推測が難しいというわけではありません。そのものが稲妻を離れた後に私も本格的に楓原家の物品を調査しました。そしてあの盆栽の中にあれらの紙切れを見つけたのです。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。まあ、あのものも秘密が本当にあるかどうかは確信がなかったと思いますが。さて、最後の質問です。楓原義則が書き記した経験の中で、どの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか？この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。これは宿題として未来のあなたに託しましょう。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。